った。行くわ。はい。シュウ、大丈夫か？ブラート、どうしたの？今すぐそこから逃げろ。何があったの？説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。大丈夫。大丈夫か？あいつ何なの？さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつの間にこんな状況に？それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局アークレーと同じありさまだ。おい、待て、待ってくれ。行っちまった。これ現実なの？こんなに大勢感染するなんて。ブラッド、気をつけて。
了解。大丈夫ですか？来るな、近づくんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が案内する。この中がどこよりも安全だ。もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。顔ごすぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。
あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な、行こう。ここだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディ、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう、それで状況は。この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこに。